申し込む。EXO チャゲオル閉幕式は緊張したけど嬉しかった。EXO チャゲオルチャンヨルがオリンピックについて語った。3日に放送された KBS に TV 音楽バラエティ雪夜のスケッチブックに女性歌手プンチの援護射撃としてチャゲオルが登場した。この日雪夜はチャゲオルに会うやオリンピックを見た。閉幕式緊張しなかったと聞いた。チャゲオルは本当に緊張したし想像できなかったこととしながら、最初にやると聞いた時もびっくりしたけれどオリンピックを楽しく見ていたので楽しいステージだったと伝えた。特に母の名前がヨンミだというチャゲオルは、ヨンミ選手のおかげで母にたくさん連絡した。カーリングを見る楽しみが加わり楽しかったとセンスあるトークで笑いを誘った。